はい、ということで、今回はですね、自己紹介まずでした。ロボットのぞみです。料理人のロボットのぞみです。今回はなんとあのパンケーキを人生初めて作ってみたいと思います。今までですね、フォーチュンクッキーだったりいろいろ作ってきたんですけれども、まあパンケーキなんて僕に言わせてみればもうホットケーキ作るのと同じです。しかも今回は特別に、僕沖縄出身なんで、サーターアンダギーミックスを使ってパンケーキを作ってみたいと思います。外カリ中ふわ、そんなパンケーキを作ってみたいと思います。材料発表しましょう。まず砂糖、あれ砂糖そもそもサーターアンダギーには砂糖が結構入ってるので特にいらないと思います。今度は次、薄力粉、これじゃ、これ薄力小麦粉200-300円かな。そして強力粉はないんですけど、あとベーキングパウダーアルミフリー、まあ、ベーキングパウダーってなんだ、まあちょっとふっくらになるやつですね。半分塩、このぐらいかな。あ、こういうのミリリットルって書いてあるけど、これいいのかな。まあいいや、150、まあこういうのはねあまり分かんないからとりあえず挑戦してみよう。100でいってみよう、1回。テレレンテンテン、テレレンテンテン、テレレンテ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 ン、こういう感じかな。で、それで卵に牛乳を加えて混ぜる。卵を溶き牛乳を加えて混ぜる。これ混ぜて終わりじゃん。一回じゃあ混ぜます。このサーターアンダギーミックス薄力粉と牛乳卵系を混ぜます。でもちょっと待って、買ってきたベーキングパウダーとかなんかバニラエッセンスとか投入してない。どこで投入するかがわからないから、ちょっとプロっぽくこれを一回こうやって、でまたこれで混ぜます。そして全体に行き渡った後にこのバニラエッセンスとベーキングパウダーを混ぜようじゃありませんか。あ、でもベーキングパウダーは 3g って書いてある。この途中にベーキングパウダーを入れるのがポイントです。ポイントっていうか、まあ僕の勝手なレシピの中。あ、分かった。これ多分こうやっていっぱいやることによって膨らむんじゃないかなという。お、見てこれ。あ、なんかこんな、うん、匂いもねあんまりいい匂いではないな。何かが足りない、砂糖が足りないんじゃないのこれ。あ、でもサーターアンダギーミックスを結構入れてるし、これを一回、あ、じゃあバニラエッセンスも投入しましょう。あ、お、このバニラエッセンスっていい匂いだから、これ多分入れることによっていい匂いになるんじゃないの。入れてみます。あ、匂いが変わった。このね、風味がね、うん、こちらを今から
焼きたいと思います。まあ、ちょっとね若干パンケーキっていうのは焦げ目をつける形になるので、一番最初に弱火で全体を温めますっていう、なんか知ったかぶりの感じで始めてます。これで OK なのかな、わかんねえな。でもなんか多分 OK なんでしょうね、きっと。このプクプク穴が開いていってるんですけど、これはもう、もはや、オッケーなんじゃないのか？あ！これちょっとちょっとちょっと、これいい感じじゃないですか、これ。はっ！あれ？ちょっと焦げてる、これ。まあ大丈夫ですね。これ普通のパンだったらちょっと焦げてる。とりあえずここまでできました。あ、でもなんかパンケーキっぽくなってるね。この3つをやった時にやっぱ一番最初のこれがうまかった。なんでなんだろう、多分一番量が少ないんですよね。だから動かしやすかったっていうのもあるし、いや学んでるね俺。難しいな。いちごジャム。何見たって。ということで、やっと完成です。生クリームを口にやってね、目をチョコクリップでいろいろやってみました。それではどうぞ。お、なんかふんわりとして、うん、うん、おいしい。もっと何もつけてない状態で、うん、うん、おいしい、うん、おいしい。ちょっと見かけとね、デザインはちょっとあれかもしれないけど、おいしい。ということで成功です。いやー、よかった。最初全然あれ、レシピ見てないからどうなることかと思ったんですけど、まあなんとかなるもんですね。クッキー系はちょっとダメだったけど、パンケーキは大成功に収めました。ちょっとこれレベルアップしてまた挑戦したいと思います。いいね、これメニューに加えたらいいかもね。